もつ自動でね、もつ煮も食べれるっていうね、店になってるんですね。そうそう。これ前、豊洲上野にね、行く。生放送とかでチラチラと言ってましたけど、その、選挙応援のやつでね、行った時に、あそこは結構お世話になりましたね。さあ。そうなんや、ここの交差点は、別の交差点扱いになってたんですね、私。一体の交差点だと思ってた。一式南交差点と奥が川木交番前ってことで全然違う交差点扱いだったんだ。へぇー。どうしような、修正バイパス出ちゃっとこうかな。そっちの方が早いかな。多分この時間帯だと当初の計画通った朝の早い時間やったらね問題なかったんですけど、この時間やと普通の市街地ね、真っ逆の入ってる手前のところとかあなたで混んじゃいますからね。特に普通のね、市内がね、南側から向かっていくところのね、分かれる交差点、左方面に行く交差点とか、あの辺りで、バック仕込みますんで、じゃあ、まあ、こっちから行っといたらいいんじゃないかなと。よし。の交差点に出てきますよ。北黒田北ってことで、だいぶ北の方のね、黒田の北の方のさらに北の方にあるってことなのかな。これで中正バイパスね、狭い50キロ一気にね突っ切っていきたいところですね。この中正バイパスは謎の駐車場エリアがあるんですよね。本当に謎ですよね、これ。なんか工事やってんだ、こんなところで。この辺りもバイパスと行っておきながら、片側1車線ですからね、2車線しかないですからね。なんならバイパスじゃない方の方が4車線から6車線ありますからね。ただあっちの方は本当、めちゃくちゃ混みますからね。特に高千穂のね、イオンがでっかくリニューアルしてからね、道の混雑具合がまた激しくなってますからね。10時までにしてはりな、厳しいな。市島スカイライン使ってしまったら、ね、そこも一つの名所ですけど、それだとね、そのまま、島地方の方ぐるっと回れますからね。あ、それか、場合によっては天空の超区間だけ見といた方がいいのかな。出ましたね、夢つなぐ橋。この役所のお依頼さんが考えたんでしょうね、この橋の名前は。
あでも11キロぐらい進んできたのか、下まで39キロね。さっき50キロでしたもんね。そう、今回ね、これ今年の名所、今年のうちにってやってますけど、まあでもさすがにだいぶこの辺り序盤カットが多いと思いますけどね。いや、あのね、やっぱね、まあね、寝落ちしたっていうのもありますけど、あのだいぶやっぱ疲れが来てますよね。うん、あのね、本当にね、結構体力的にね、使ってるなっていうところがありますんでね、最近仕事でね、うん、そう、今までの現場がね、比較的重要っていうかね、その、まあ、体力的にはね、どんと夜勤もあったりとかもしましたけど、うん、あのそこまで、あの重たくないというか、まあ、むしろ軽い製品が多かったですから、重さでいうとね、うん、そこに対してここのところは、今入っているところは、あの多分、ね、いろいろある現場の中でも相当重たい製品扱ってますんでね。すぐに医者室に戻るんだけど、本当にね、本当まどろっこしい構造ですよね、これ、うん、いや、もうすぐ戻るんかいっていうね、本当に。で、対面通行にまたなりますね。何なんでしょうね、この道の作り方は何なんでしょうね。で、道積んどるでしょ、もう。なんだかなっていう感じなんですよね。もうちょいなんかしようなかったんかな、これね。で、また2車線に戻ります。片側ね。片側2車線のことが少ないからな。で、普通の被災の方に入っていく交差点のところですね。高茶屋小森ランプです。高茶屋小森、高茶屋っていうとね、あっちの方のイメージが強いですけど、イオンタウンとかあるね、ところのイメージが強いですけど、この真横あたりもね、高茶屋でね、私が働いてた高茶屋店っていうのはね、このあたりまさにね、ですからね、まあ当時まだバイパス絶賛工事中でしたけどね。で、またここ一車線になるんですよね、うん、で、ここからまた交通量がガッと増えるっていうね。まあ、特にこの被災方面からね、まさかに抜けるのにも便利な道になったのはいいんですけど、混むんでね。結局旧道使うとあんま変わらんのじゃねえっていうね、問題を抱えておりますが、ただまあ一斉方面抜けるんやったら本当だと、そのままストーンと行きますからね。これ雲津川の橋で、渡るとこれで、真っ逆市ってことですね。まあ、半陸真っ逆か、うん、まあどうだろうな。伊勢十字は厳しいかな。さあ伊勢まで29キロまでは来ましたね、これででかい交差点のところですね。降りたらね、真っ逆の市街地の方に入ってきますよって言ってね、まあ、マームとかあるんでね、あっちの方でね、朝食を調達するという手もありますけど、まあ、今日はね、時間をしてますからね、このまま真っ直ぐ伊勢方面に向かっていきたいと思います。
こら辺は昔からあったんですよ。昔からあったんですよね。アブタの方面に入ると車で進むときありますからね。また行こうかな。